スコンピュータテクノロジーの販売です。ジャンボリ自体は何回か参加させてもらっているんですけど、発表は今回初めてです。で、今日はライセンススキャナーについてちょっと簡単に紹介というかお話しできればと思って、来ました。で、まず、自己紹介で、安倍雅樹と言います。で、安倍総理と同じ感じなんですが、安倍じゃなくて安倍と申します。で、自分サッカーやる方が好きで、よくやってたりするんですけど、最近サッカーの大会に出場して、優勝できたのがちょっと自慢です。結構大学生とサークルとかの若いチームを抑えて勝てたので、良かったかなと思います。当然スパルスファンですよね。もちろんそうですね。で、ゲーム自体は組み込みリラックスの開発をしていまして、で最近は OSS コンプライアンスに関わることが多くて、ライセンス周りについての勉強をしているというところです。で、所属するその富士通ではですね、OSS ライセンスを、遵守守るための活動として、長年にわたって取り組んできていて、で、その培ってきたノウハウというものを生かすために今オープンチェーンで活動に参加しています。で、こちらこのオープンチェーンというのが2013年にカルコム主導で作られたリラックスファンデーション参加のプロジェクトで、 OSS コンプライアンスをソフトサプライチェーンにまで広めて標準化していくということを目的に活動しているプロジェクトになっています。で、実際に8月の終わりにですね、富士通の川崎工場内でジャパンワーキンググループとして会合を開いたものに参加していたりしています。で、今日は今日の発表なんですが、背景として今我々はヨットプロジェクトのメタ IP スキャナーというヨットで誘導した時のものをスキャンして、ライセンス情報などを出力するためのスキャナーというのがあるんですが、これをより良くするための取り組んでいます。で、最初はですね、こちらライセンスをスキャンするためにコソロジーというようなツールを使用していたんですが、当時はですね、SPDX の対応している範数が古いとかスキャン時間がちょっと遅いということで、新しく DoSoxV2 というようなツールに変更したんですが、結果こっちもちょっといまいちだったので、じゃあもっといいのはないのかということで、いろいろ見たりしているというような活動をしていました。で、今回そのツールの評価として、まず CUI や API などを使ってライセンスのスキャンができる、これはそのヨクトから使用するためというのと、あと CI/CD 環境で定期的にスキャンできるようにしたいために CI や API が使えるものを探しています。で、あと SPDX に対応していることと、スキャン対象のライセンスと、コピーライトといったものを検出できることを期待しています。で、今日紹介する OSS のライセンスコンプライアンスソフトとして、オープンソースソフトウェアのツールで4つ、商用ソフトツールを6個です。で、この中のオープンソフトソフトウェアのツールは実際に自分で使ってみてどんな結果が出たのかっていうようなところを踏まえて少しご紹介できればなと思っています。で、まずオープンソフトソフトウェアツールの比較になります。今コソロジーの最新っていうのは 3.3.0 になっていて、こちら今SPDX の 2.1 というようなバージョンに対応しています。で、その下の SPDX ライセンスバージョンって言っているのは、こちら SPDX のライセンス自体、ライセンスリストのバージョンになっていて、この半数が新しいほど新しいライセンスの情報が載っているというようなバージョンの半数になります。で、他にもリードやスキャンコードツールキットといったようなオープンソースの、ツールがあるので、今回これらを試してみましたというようなところです。で、まずこちらのコソロジーです。
ライセンスは HBLV2 で、こちら Linux ファンデーションの参加プロジェクトになっています。でこちら使い方が Web 経由でホソロジーのサーバーにソースなどアップロードしてスキャンするというような使い方で、 CUI や API から使用不可なんですが、今あのホスドライバーというような別のものを使用することで、まあ、Python のコードから実行が可能になっています。で、実際スキャンした結果がこちらです。スキャン対象は BGP2 の 1.0.6 というようなものを使用しています。で、赤く表示しているところで今回スキャンした BGP のライセンスである BGP21.0.6 というようなライセンスを正しく検出してくれています。でまた、ファイルコピーライトテキストというところでも、コピーライトも、検出してくれているというような結果になっています。次に、VSOX V2 です。で、こちらは、CI から使用ができるものになっていて、 VSOX 2UI というようなものを使用するとこちらは GUI からも使用ができるツールになっています。でこちらがスキャン結果なんですが、ライセンスのところを見ていただくと、先ほど BGP1.0.6 というのライセンスのところがこちらだと ESD スタイルというのはライセンスで検出されています。でこちら間違いというわけではないんですが、あの BGP2 ライセンス自体が BSD スタイル BSDに近いライセンスなので間違いではないんですが、先ほどみたいに正確には検出できていなかったというような結果になっています。でまたコピーライトの検出もノーアサーションということで検出できていなかったです。で、続いてリルというようなツールです。でこちらはカルコムのオープンソフトウェアテクノロジーグループで、出ているツールになっています。でこちらは CUI から使用が可能で、ただ出力形式に関して SPDX に対応していないんですが、 EGRead と CSV というのは2つの種類に対応しています。でまず、EGRead 形式での出力結果がこちらになります。で、ライセンス自体は BGP2 の 1.0.6 というようなライセンスを正しく検出できているんですが、こちらの形式で、スキャンしようとしたときに BGP2 の、ソース全部を解析しようとしたときに、まとめてだとスキャンに失敗して、ちょっと全部の結果をスキャンするということはできなかったです。ただ今回今やっているようにライセンスファイルとかソースファイル1個ずつっていうような形でやってあげるとできたので、まあできる形でした。で、今度は同じものを CSV 形式で書いた結果はこちらです。こちら、CSV の一部をもうちょっと画像で切り取って貼っただけなんですが、 BGP2 のファイルが全ファイルで61ファイルある中で、 CSVの結果として書かれたのが29ファイル分しか、解析できていなかったというような結果でした。で、EGRead と違ってこちらはライセンスを判別して、そのライセンスがどれだけ一致しているかといったようなスコアを表示しているというような違いがあります。次は、スキャンコードツールキットです。こちらは NextB 社という下にあるところが公開してあるツールで、このソースをスキャンするツール以外にも、そのスキャン結果を管理するためのツールとか、
結構いろんなツールが、公開されています。でこちらも CI から使用が可能です。で、こちらも、BZIP2 を対象にスキャンした結果がこちらなんですが、結構、スキャン結果がすっきりしていて、ライセンスも BZIP2 の 1.0.6.7 検出して、またコピーライトも検出しています。でこちらのすっきりしている情報というのが、SPDEX の使用を確認すると必須項目になっている項目を出力しているというような結果になっています。ただ、必須項目のところで1箇所項目としてあるんですけど検出できていないノーアサーションになっているというような箇所もありました。次に、商用ソフトツールの紹介です。見たのは、ブラックダック、今シノプスの販売元のプロテックスやフレックスラッシャーのフレックスネットコードインサイト、あとポス ID というと、ホワイトソース、プロテコード、クラリティというような、ツールをそれぞれ見てます。でそれぞれこれが、スキャンセル対象というのがソースファイルなのかバイナリファイルなのかといったような違いがあります。で、商用ソフトツールの特徴としてはそのソースコードないしバイナリコードを解析して OSS 自体を特定することでそのライセンスが何かというようなことを識別する形です。なので、先ほどのライセンス自体を見ているものと違って OSS やソースコードのスニーペットなどのハッシュ値を商用ツールで抱えているデータベースと比較して特定しているというような解析になります。なので各ツールのデータベースが非常に重要だというふうに考えています。でまた商用ツールの方はただライセンスを見つける OSS を特定するというだけではなくて OSS そのものを管理したりライセンスを管理してこれは何のライセンスを選択したんだそういったような管理や脆弱性に関する管理など多岐にわたる機能があるのが特徴になっています。で、これらのツールなんですがちょっとそれの紹介ページを簡単に見ながら紹介したいと思っていて、プロテックスはこちらソースコードを対象に解析をして、それがその中に OSS が何が入っているのかといったことを解析するものになっています。で今、ブラックダックではここにちょっとあるんですが、ブラックダックハブというのは新しいツールに移行していて、その中に、このプロテックスというようなソースコードを解析するような機能が入っています。次に、フレックスラッシャーのコードインサイトの特徴としては、OSS を特定する。というのはもちろんのこと、脆弱性に関してその特定した OSS の脆弱性、こんな危険がありますよといったようなことを通知してくれたり、その結果のレポートを作成してくれたりといったような機能があるツールになります。次がポス ID の方なんですが、こちらはスキャン自体に特徴があって、まあ、ここでは正確なスキャン結果が出ますというふうに言っていて、また、その下に素早くスキャンもできますよというふうにスキャンすることに焦点を当てたようなところになります。で、こ
ちらが今度ホワイトソースっていうようなツールになっていて、先ほどのコードインサイトと同じように OSS を特定するだけではなくて、その OSS で使っているセキュリティのリスクがどんな危険があるのかといったようなところを通知してくれるツールになっています。今見ていただいたのはソースコードを解析するものなんですが、こちらはバイナリーコードを解析するためのツールになっていて、プロテコードで解析するとこのような形の結果が出ていて、安全なコンポーネントがどれだけあるのかとか、リスクどれだけあって、ライセンスで判明しているものは何があるかといったようなことを解析することで得られるツールになっています。同じくこちらのインサイナリー社のクラリティというものも、同じくバイナリーを解析して、その結果で OSS が何か、ライセンスがどんなものになっているのかというのを判別するツールになっています。まとめとしてなんですが、今回ライセンススキャナーをちょっと見てみて、我々としては総合的にはオソロジーがいいかなというふうに考えています。まずこちらでは SPDX の出力でライセンスやコピーライトの検出ができていたのと、またLinux Foundation参加のプロジェクトであって、コミュニティも健全でありとても活発なので、今後も期待できるというふうに思っています。ただ、オソロジー単体で CI からまた API から使うことができないんですが、そのポストドライバーみたいなものを使用することで起床できる可能性があるので、そちらにも期待をしているところです。で、商用ツールに関しては OSS やライセンスの特定自体はできたんですが、コピーライトを検出できないかったです。ただ商用ツールとしては、使用している OSS を管理したり、ライセンス違反がないか確認したり、脆弱性の情報、対応状況など、システム全体を管理することができるというふうに違う利点があると思っています。なので目的や利用シーンに応じて使い分けることがで、より効果的に使えるのではないかというふうに思っています。例えば製品の出荷前にバイナリーを解析することで OSS やライセンスの最終確認ができる、や、またコンプライアンスのリスクだけじゃなくて脆弱性のリスクにも対応したいといった場合は、商用ツールの方でそういった脆弱性に対応することを考えるのもいいというふうに思っています。ちょっとさっと来てしまったんですが、今回はライセンススキャンツールを広く浅くと簡単に説明したので、次回は一つにします。例えばオソロジーで出力した結果が SPDX の仕様にどれだけ準拠しているかなと、ちょっと深く、発表できればいいなと思っています。以上です。ありがとうございました。非常に興味がある内容なんだけど、何か質問とか。
ットでライセンスの管理できるっていうのを間違いですよね。僕も答えることができるんだけど、ね、誰か、どうぞ。その翼頭で管理っていうのがどこまでちょっと今管理できているのか把握ちょっとできていないんですけど、あのツールを使って管理するっていうのは、その商用のツールを使って管理するのと何どこが違うのっていう質問ですね。そうですね、まだ翼頭さんはどういう管理をしていて何を教えてくれるかをまだ正確に把握できていない。翼頭の場合はあのビルドツールですよね、はい、カーネル端的に言えばカーネルのパッケージのビルドツールですけれど、それカーネルのパッケージをビルドするときに、よくあのカーネル のそのソースコードにあるあのライセンスファイルであるとかそこら辺を持ってきて、こういうライセンスのものが入ってくるよってレポートは出すはずだというふうに、考えてます。でそれに対して、それだけではなくて、例えばアプリケーションソフトウェアであるとかモバイルアプリであるとか、そういうものの中にもオープンソースソフトウェアって今非常に広範に使われていて、それがあの結構まあ、端的に言うとずさんに管理されているケースが多いんですね。そういう時っていうのはこういうツールを持ってきて中を調べてやらないとしょうがない。あの例えばモバイルアプリなんて翼頭を使ってビルドされているわけでは全くないわけで、そういうちょっと翼頭っていうところよりもさらに広い範囲のあのコードであるとかが対象になるものだというふうに考えたいと思います。それも本当に翼頭がちゃんと管理しているのかどうかっていうのをこういうツールでさらにあの追検証するっていうことも可能性としてはあると思います。なるほど。翼頭っていうのは、はい、ライセンス定義されている情報に対してライセンスファイルを提示して出力したりとか、そういうことができるので、 あくまでその翼頭のレシピが正しく書かれていれば管理できるっていう管理する必要があります。あ、なるほど。見てるのはレシピの中に書かれているライセンスだけで、レシピが間違ってたりとか嘘ついてたらどうしようもないです。管理しているというか検出しているというか管理しているというか、まあ、言い方次第ですけどビルドが終わるとライセンスの塊として整理してくれるので、まあ、そこから管理できるということになる。ソースの中から引っ張ってきて塊にしてくれるというところまでが、特に翼頭の中でメタ情報を最初から定義しているとか、そういう感じですか？そうです。翼頭であのパッケージ、例えばさっき出てたビジップ2とかだと、そのビジップ2をビルドするためのレシピファイルがあって、はい、その中にライセンスを記述してあるので、はい、そのライセンスファイルを記述してあるので、そのファイルを抽出して出力するっていう。ということは、そこは間違って、メタ情報が間違ってたらどうしようもないと。そこのメタ情報は機械的に別に出力されているわけではなさそうですね。まあ、レシピ書いてる人が次第です、はい、なのでなるほど、はい、人で分かります。一応そこをあのチェックするような仕組みも多少もあるんですけど、例えば、ライセンス、例えば、GPL V2 っていうその各技術と、さらにライセンスファイルはこれだっていう指定があって、そのライセンスファイルが更新されてないかっていうのを確認するためにライセンスファイルのチェックサブと入れるので、ライセンスファイルが更新されると GPL V2 じゃなくなったよみたいなのがチェックできるようになるんですけど、ただ OSS っていろんなライセンスが入ってて、 GPL V2 のソフトウェアの中にまた別のライセンスのファイルが置かれたりとかすると、そこは追加は検出できないので、なのでそういうところでとあるタイミングで変わったとか追加されたとかっていうのが見落とされてしまったりとか、あとまあよくあるのはオアとアンドが正しく記述できるようになったりとか、そういうところがあるので、なのでこういうツールを使って、まあ、ダブルチェックをして、まあ、我々それで間違いを見つけたら全部よくフィードバックしてるので、これまでのだけでも、ライセンスの間違いってそこそこ直してるんで、なのでどんどんよくわかってるはずで、間違い見つけたら我々かもしれないんで更新してるんで、よくはなっていくとは思うんだけど、まあただそれでも人手がやってたりとかするので、もう一個の別の手段できちんとソースレベルでもスキャンしたりとかしていかないといけないかなと。
すいません、これ今回さっきの話なんですけど、さっきの話だとヨクトはビルド中にそういったライセンスファイル抽出して、塊データベース作るという形になると思うんですが、今回のツールっていうかこのメタ、はい、SPDX スキャナーはそういったそのツールを作るんですが、それともビルド中のプロセスに関与して、ビルドしているときにいちいち調べてそこをチェックするんですか？メタ SPDX スキャナーに関してはそのビルドの中に、Do スキャンっていうプロセスをがあって、そこでこのスキャナーを走らせて、あの SPDX としてそのライセンスとコピーライトの情報を作成しているという。最後で出すのは SPDX ファイルです。あ、出力としてはあのビルドしたパッケージとか他に SPDX というのはファイルを別で生成してくれます。ということはこのレイヤーを、入れておけば基本的にはその上でビルドすると全部 そのパッケージに対してスキャンをして SPDX ファイルを作って、保存してくれるという形になるわけですね。はい、あ、わかりました。今ちょっと足りてないなと思うのが SPDX そのものがまあ、そんなにヒューマンリーダブルじゃないので、CDX のを管理するようなツールが OSS でできるといいなと思って、まあ、我々の人もプロかなっていう。XML パーサー。XML で。パーサー。XML で。SPDX XML パーサー。例えばブラウザで簡単に入れるとか、ライセンスごとに。そういう管理しやすいようなツールがあると。最後の方だけ来ちゃったので、ちょっと中途途中は分かんないんですけど、SPDX はだから、今パソロジーだと多分なんか変換できそうな気がしたんですけど、それだと仕様が古いから困っているところがあるんですね。パソロジーとはまた別で、SPDX のこれ今で作ってる変換ツールがあって、はい、いろんなフォーマットに変換できはするんですけれども、はい、まあ、それをさらにやっぱり束ねるのに、なんかもうちょっと見やすかったり。私の理解だと、あれ、はっきり言って XML ファイルを CSV ファイルに変換しますぐらいの機能しかなかったような気がするんで。あとは、はい、そうですね、HTML もできるかな。ただパッケージごとに出来上がっちゃったりとかすると、それももうちょっとなんかオーサリングしたいなとか、せっかく XML であるんだからデータベースみたいな感じでこうね、検索できるようになってるであるとかね、そういうのも欲しいよなっていう感じがする。でもそういうこと言うとお前作れって言われないよ。ビルドルートならちゃんと HTML テンプレ出ますよみたいな。そう。いや逆にビルドルートがそれ頑張ってくれたんだよ、この間。ビルドルートが有しているのもヨクトとほぼ同じで、あのメタのファイルに私のライセンスはこれです、ライセンスファイルのパスはこれです、でライセンスファイルの、チェックサムはこれですっていう3行ぐらいデファインとしておくと、まあ、最後にあのイメージ生成のフェーズで、ライセンスの一覧リストを出力してくれる。でなので、さっきよくそういう説明、標準だとデファインドされたものだけなので、それがいつものか書き換わっちゃったりとか、メンテナーがサボっちゃってるところについてはまあ、安納になってしまうので、なのでビルドのプロセスとかでこういうスキャナーを通すことで、そこ の漏れとか差分っていうのを、まあ、デテクトできるっていうところで、まあ、保管できるっていう形で。私も一つ質問があるんだけど、いや、てか皆さんに質問なんですけれど、バイナリーコードのチェッカーってどれぐらい有効でしたっていう
はっきり言ってバイナリーコードでオープンソースソフトウェアチェックできますよって言ってよく売り込みに来る某社がいるんだけど俺基本的に前に唾つけてバイナリーコードでオープンソースのチェックなんて基本的にそう例えば中に入ってるシンボルテーブルか何かそこら辺検索してポロポロってやる程度しかできないんじゃないっていうふうに思ってるんだけれど私の考え方って正しいかしらっていうのがすごく時折グラグラっとくるんで何かバイナリーコードチェックやってみた方がいいんだけれどこんな感じでしたよなんて話があると。まあ某ツールを試したことがあるんですけど何も言わずにあえて分かりきってる OSS をビルドして全然違う名前つけて解析したりとかもしたんですけど、うん、例えば Linux カーネルをとか、うん、もう一つのちっちゃなモジュールとか、うん、まだ僕の中では、気休め程度にしようかなっていうのが気休めになります。結局、めちゃく結局バイナリーのスキャンも、まあ、会社によってやり方いろいろあると思うんですけど多少データベースどんだけ貯めれるか、うん、いや次第のところもあるので、うん、有名なというかOSS だと多少ヒット率というか、まあ、ヒットもヒットというよりもどちらかというとバイナリーって可能性がありますよ。その可能性がどれくらい 10% の可能性なのか 90% の可能性でヒット入ってますねという、うん、そういうぐらいのなんですか、ね、レポートの仕方が多分主だと思うんですけど、で精度が上がっていくのをもうちょっと待つ必要あるかなっていう感じです、ね、待てば精度が上がるもんなの。それは分からないですね。いや多分上がらないです。うん、僕もそうで日記はない。現実は上がりようがないので、うん、もはやウイルススキャンと同じじゃないですかという話なんです。でも、ボードするのはウイルススキャンと同じアルゴリズムでやってて、うん、そういう、なるほど。例えば、OpenSSL で、バージョンが変わってなくて、セキュリティのパッチだけを当てたところも、うん、そこをちゃんと当たってるかを検出できると言っているメンバーがいます。で、ちょっとうちもそれ評価したら、まあ、検出できなくてダメじゃん。でそれをフィードバックしたらまた直しましたって言ってきてその後ちょっとまだ評価できてないので最新情報ちょっと持ってないので、うん、もう分からないです。もうそうなるとどうなぜそれを使うのかっていう意義からちょっとデファインそれが必要になるのはどんな時に単純に言うと、信用できない委託元に釜かけて突き返したんです、まあ、絶対入ってるはず、まあ、そうなりますよね。まあ、なんか大きな会社で今ちょっと入ってしまった共通部門とかがプラットフォームを作っててそれをなんか各製品チームにばらまいていろんな仕向けで出てくときに例えばセキュリティパッチとか当てたのを配ったはずなんだけどこの製品チームはちゃんとそれを最新のものを入れて出荷してるかどうかみたいな最後のチェックのところとワイナリーとかでちゃんとチームが困った最新の入れてるねとかそういうのが分かったりとかね、まあ、いろいろ工程ごとに使い道は出てくるかなとは思います。でバイナリーでしかやりたい。いやギリギリの線をついて発言をすると例えば某半導体ベンダーなんかが SDK の一部をバイナリーコードでしか出してくれないっていうケースがあるんですよ。ただその中にどう見ても何か LGPL の、ライブラリ入ってるような匂いがするぞなんていうケースって結構この世界多くてでその時にはバイナリーチェックっていうのやっぱりやってみたいなとは思うんだけれどだってライブラリーだとねライブラリーでほらシンボルテーブルなんか埋まってる可能性があるんだったら結構検出できる可能性があるかなとは思うんだけれどそれ以外の時って結構怖いんですよね。でそれで受け取ったもんか受け取らないもんかなんていう時なのかにはバイナリーチェックっていうのはやっぱりやってみたくなる時はあります。バイナリーチェックしても最終的にその結果を持って OSS 対応って結局できないので、うん、その本当に入り口にしかならない、うんっていうのが、うん、まあメリットで、他のツールチェックだとソースがあるので、チェックすればそれを見て自分たちで対応っていうところまで、まあ最終的に運用というか、まあサービス商品を発売するときに全部完了できるんですけど、バイナリーチェックツールは結局入り口にしか乗らないっていうところも結構使うのに対してどうだろうっていう話は出てちゃうんです。大体おいくら万円なんですか？おいくら万円ですか？そういうバイナリーの。おいくら？うん、いくらぐらい？いくら万円？あ、ここら辺のソフトウェア、はい、商用の、
あの営業に聞いてくれる結構なわれだな、ね、はっきり言って例えば今ここで出ているあの商用ライセンスで の, あのコードチェッカーのソフトウェアってあの会社で使うと家が1軒建ちそうな値段のものがあります。数千万円なんていうと、それがアバラ屋なのかそれともなんか超高級なのかあ、いやあのうちぐらいそれじゃなだからまあいいや でもあのすごいあの2000万円とかそういうようなあの、ね、見積もりなんか来るようなものもあります。もちろん条件によりますけれど2000万円の気がするなのであの導入だけはこういろいろ交渉しされるようになるあとは大体あのライセンスの仕組みが各社いろいろ考えてるのであの初期費用とそこから課金決定とか課金も何に対して課金されるかとかそういうのは結構各社違うのでそこは結局は営業さんに聞かないと分からない、まあ、気軽にじゃあ入れようかって話では全然ないですね。だからっていうことは逆に言うとオープンソースであの出てきてる彼もあの今回紹介してくれたフォソロジーなんての僕はすごい強くあの注目はしてるんだけれどその一方であのフォソロジーであるとかオープンソース系のこれ僕の理解なんだけどオープンソース系のソースコードチェッカーって、例えばこんなことする人はいないと思うんだけどあのソースコードがあってコメントがあって GPL ですよっていうようなコメントがあるようなそのコメントなんかざっくり抜いちゃうような人が出てくるとそうすると基本的にあの GPL であるとかそういうまたはコピーライトの表記であるとかの、 あのストリングのパターンマッチでそれであの拾ってくるってケースが多いんで変なことやるやつ本当は今日は実はあの腹渡が二遊繰り返ってるんだけど変なことやるやつが出てくるとオープンソース系のこのチェッカーが全く使えなくなっちゃうんです。でそれであの逆に言うと商用ライセンスそれこそあの、あれだよねあの、ウイルスチェッカーみたいなあのものまで入れてるようなものじゃないと話にならなくなっちゃって結局ものすごいコストになっちゃうという話で、あの僕の理解だとオープンソース系 の, あのこのソースコードチェッカーって基本的には、動作メカニズムはフォソロジーと同じであのストリングのパターンマッチングでやってるよっていうでパターンマッチングのノウハウが何種類かあるよっていうパターンだけどもんだから逆に言うと不正直なソフトエンジニアがいるところにはこれが全然通用しない。やっぱり結局 OSS のソフトあのツールって多少性善説に立った世界では本当はそれがあれば、うんあのうまくいくんですけど、ちょっと性悪施設の立場に立つと、どうしても商用ツールとか、バイナリーチェックなんか、多分その最たる、うん、あのものだと思うんですけど、任務を使わざるを得ない状況が、ちょっと出てきてしまってるっていうのだと思いますね。はい、あのそのベンチマークを、こんなにたくさんあるやつでベンチマークされる。時に、はい、項目ってどうやって考えたかとか、あとあのチェックしたあのファイルをなんか使あるファイル使う、まあ、あるパッケージ使われてるんだと思うんですけど、それを使ったこう観点みたいなのとか、ちょっといろいろとやってみてこれが一番良かったよみたいな話なのか、あるいはちょっとこう自分たちの扱ってる中のこうティピカルなものとかマックスなものとか、なんかその辺ってどんな形で。あ今回だからそうするとこのスキャン対象に使った BGP2 なんでこれ選んだかとか、はいはい、あのこの SPDX とかだとライセンスとかどこになんで着目したのかっていう観点ってことですよね、はいはい、そうですね、そういった意味だとまずなんでこの BGP2 にしたかっていうのはあの自分たちが扱っているパッケージの中で、あの割と知られていそうなパッケージ名っていうなのと、うん、あとそんなに大きくない、うん、あの解析をかけるので大きいのと時間かかったりするので、うん、あの小さめのパッケージっていうので選んだのがまず BGP2 になります。でなんでライセンスとかコピーライトに着目してるかっていうのはあのライセンスを守る上で、
まあ、その OSS のライセンスが何かっていうのをまず知りたいというので、まあ、ライセンスに着目したんですけど、コピーライトの方はライセンスによってはコピーライトの表記も必要になってくるというようなライセンスも出てくるので、でそういったものもツールでしっかり検出できるのかっていうようなところでこの項目にも着目はしました、うん、そういう意味ですと自分たちが使いたい範囲のところをみっちり調べるためにやりました。あ、そうですね。別にツールのいいとこ悪いとこ全部調べようというよりは自分たちの使ってるポイントを見ましょう。はい。でやっぱりこの中で OSS 系のやつで開発者コミュニティが元気なのはやっぱり細路地かな。そうですね、その印象がありました。うん、どういうふうに書いてるのかな。今後として次狭く深くのパターンあるみたいなんでシリーズ化を希望します。頑張っていろいろこの周りの発表できたいなと思ってます。本当に助かります。ありがとうございます。はい、どうぞ。最初のソロジー辛いから大体探したいでしたっけ。違いましたっけ。一番最初は最初とオソロジーの 2点系を使っていて、でその時にその2つ、はい、で SPDX 使用古いは、すいません、私が SPDX のストラクチャーとかを把握してないのも問題なんですけど、それこそオープンソースなのでバージョンだったらそのデファインドを通過するだけでその全部最新に追従できるのかなとかって。それはきっと福地さんが答えられるんじゃないかな。意外に大変って。 SPDX のバージョンごとの違いって大きい。要するにここで、ホソロジー使用してたんだけど使用の不安が対応がサポートがオールドなのでより新しいカレントに対応してるのが欲しいっていう、まあ、リクエアドがここにあるんですけど、オープンソースだからそのテーブルを付け足すようなコードを足したら対応できるんじゃないのかなと思ったけど、その対応は実はとてつもなく大変なのかみたいなのがですね、結構私も 2.1 しか今見てないんですけど、はい、2.1 で見た時に、もうここは廃止する予定だよみたいな項目が何個かあったりとか、あるいは 2.0 から2.1 に対して、はい、スニペット情報を入れられるようにしましたよとかって新しくこう追加してきたりするので、結構ねストラクチャーが変わってて、あ、そういう感じなんですね、はい、理解しました、はい、なので文法、構文が変わっていく感じですね、はい、ポコッポコって出されてる。それはなるほどですんで、うん、今私見てるの 2.1 ですけど、多分 1.1 ペケペケと2は全然違うんじゃないですか。全然違うんですよ。はい、マイナードでそういうのやるっていう、最初はホソロジーを使ってたかっていう時のホソロジーはホソロジーのバージョンも古くて 2.1 ペケペケで、その時に対応してた SPDX が 1.2 で、 1.2 から 2.0 だと、そこはギャップあります。複数のパッケージを扱えるようになったりとか、アノテーションを加えられるようになったりとか、その辺が変わってきてて、でただ新しいホソロジーだと API とかがないので図書別にしたんだけどっていう、そういうのがあります。なるほどです。ありがとうございます。ちなみに SPDX2.1 の日本語版をアンオフィシャルが翻訳をしましたのでぜひ読んでください。そういうのってどこにあるよって言わなくちゃいいんだよ。後でまた皆さんにお伝えします。あ、レビューはもう、あ、そういう話か、うん、はい、で確かにね、SPDX って結構あんまり上位互換性だとかそういうのってあんまり考えずにバサバサやってるって、そういう印象を僕も持ってる、うん、なんか本当にマンデタリーの部分って基本変わらないから、うん、アペンディックスの仕様だったら別にこっちスキャナーサイドが頑張って対応するっていう感覚はあまりよく分かってなかったですけど、まあ、今の話聞いて、うん、なるほどと思ったので、うん、はい、はい、オソロジーって、そのままダウンロードしてオンと使われてたんですけど、なんかビルとしてディーズしないとかなんですか。それとしてパッケージとかは多分ないで
あるんですか？ポストロジーですか？はい、あはですね、ビルドとかせず、今ポストロジーだとコンテナとかでも環境をすぐ立ち上げられるようなものが用意されていて、でそれでやればなんかそこまで複雑な手順じゃなく使えるようになります。あとお試しだったらポストロジーにそのデモサーバーみたいなのが用意されていて、そこにかけたいソースをアップロードするだけで、まあ、お試しではすぐできます。はっきり言ってアパッチが動いてるポコってダウンロードしてペケッと入れてあとはペロペロってやるとそうすると動いちゃうってそういう程度かなっていう印象を僕は持ってるんだけど、はい、いや昔デビューにもパッケージはあったんですけどメンテナーが全然メンテしなくて 1.10 で消えたんで、あ結構大変なのか、導入するのも大変なのか。いや、おそらくこれニーズが今僕らが言ったみたいに、ていうかさっきもちょっと燃えちまってたみたいに、バイナリーコードであるとか、あと得体の知れないコードであるとかが結構出回っちゃうようなところだと、ポストロジーなんかはまたこの手のツールっていうののニーズっていうのは高いと思うんだけれど、だけどデビアンであるとかそれであるとかウブンチュであるとかそういうきちんとやってる人たちのところっていうのはあんまりニーズがなくなってくるのかも。いやそんなことない。そんなことない。いやそんなことないよね。デビアンコピーライトも手で書きますからね。ああ、ね。だとしたらやっぱりツールとして需要あるはずだよね。コピーライトは今デビアンの場合はデビファイル。いやだからそれもメンテナーが頑張らないで。でもメンテナーが頑張らないといけないんだけど、あれは誤送信でマスクでスキャンして、でデビファイルが出るので、それを頑張ってメンテナーがチェックしてクリーニングした後のやつをコミットするっていう、うん、そんな感じの手順になってますね。最近なんかデビアンのデビファイルっていうと、ポストロジーとかそういうのを使ってではないですね。CDBS とかのビルドツールを使っていくと、それのひな型を作ってくれるとか、他のツールだったりとかありますけど、うん、デファクトスタンダードが存在しない。デファクトは目でデファクトは多分そう、目、うん、目というか、まあ、メンテナーが責任を持ってレスポンシビリティを持っているっていう考え方が正しいと思います。そうなんだけども、それを全部のファイルにやれと言われたら厳しいよね。それがお気になるんですけど、トライアルで Zlib かなんかで、デビアンパッケージの、ライセンスファイルを解析してやったから、どうって言ったら、もうやってあるよって言ったら、ほぼ似てたので、ね、じゃあ同じようなやり方してるんだろうってあれかなと思ってたけど、それは多分パッケージのメンテナーによってやり方してるんですよ。いや、すごい差が、品質の差があると思う。さらに言うと、その新しいきちんとファイルごとにこのライセンスとかコピーライトを書く形式になる前のやつがそのままパッケージになっていても、別にパッケージ自体はクリティカルではないので、なんで一番昔々のやつだと、これは誰々が何年にパッケージ化しましたよだけしか、で、あと GPL ですみたいなことしか書いてないぐらいしか書いてないのもあるんですよ。なるほど。なんで差がすごいな、うん、なるほど。そうで困っちゃう。で、メンテナーとしては、そこを頑張るモチベーションはそこまでない。面白くない。機能としてバグレポートされてたら、それはまあ直さなあかんなと思うんですけど、うん、コピーライトファイル直すんかーって、うん、だから必要だから、うちはなんかもう調べたら、とりあえずポスト使用料。いや、間違いなくそうじゃない。そうなんです。そういうのをなんかこう標準化して、あとは手を動かすだけみたいな感じになっていたところにこうやってもらうと一番いいのかなと思います、うん。そうだね。メンテナーだってコピーライトのテキストをいじるのはコピーライトホルダー様にいちいち聞かないといけないなんてケースも出てくるだろうし。ああ、いや、コピーライトファイルっていうのはデビアンディレクトリーからデビアンコピーライトっていう、そのデビアンパッケージ側の方のコピーライト。あ、はいはいはい、なるほど。そっちの方には、各ファイルの、ライセンスと、誰が、オーサーなのかとか、はい、で、このパッケージ、デビアンコピーライトの書式は何年に沿ってますよとか、操作どっか取ってきましたよとか、あと、ストリームのコンタクトはどうですよみたいなのを書くんですけど、
まあまあまあ書きたいかと思います。それ相当面倒くさいというか、アップデートしていった時に誰がじゃあ大沢なのっていう。いやだからそれが定まってないんですよ。アップデートされた時にそこまでをきちんとケアできているかって言われたらケアできてないだろうなと思います。で、指摘があれば直す。実際のと乖離があるかもしれない、うん。逆にそこまで細かくやる必然性っていうのはどこにあるんですか。結局ライセンスコンフリクトとかそういうのが絶対入ってないよねっていう。ライセンスコンフリクトをパッケージャー、つまりデビアンのメンズなんてパッケージする人じゃないですか、はい。パッケージャーの面倒を見ないといけないっていうのがよくわからないです。会社なんで、バイナリーが配布しているので。ああ、なるほど。時々デビアンのやつ見てると、やっぱライセンスコンフリクトみたいなようなオプションを使ってコンパイルされてるんですよ。とか、あとはうちのライブラリーはアップストリームは使ってもいいよって言ってるけれども、それは我々の見解とは違うのでここは削りますとか、うん、っていうので、例えばデビューのパッケージだとパッケージディビジョンに、例えば 1.0-DFSG-X みたいな、 DFSG っていうのはデビューのフリーソフトウェアライブラリー、つまりはオープンソースですよ、これは、きちんとしたオープンソースのライセンスに基づきますよと。アップストリームには、アップストリームの含んでるやつには、オープンソースじゃないのが入ってるけども、そこは削ってますよ。うん、例えば、RFC もそうです。RFC は、ね、改変不可なので、そこら辺は削ることがあったりします。そこら辺結構面倒くさくて、例えば、ネットで SNMP とかにすると、ある、RFC のバージョンからは、からは改変も OK なので、改変再配布も OK なので、こっから休むのは決められるけど、そうじゃないのは打たれないとか、いろいろあるんですよ。あ、そこまでが全然知らなかった。というのを、そのパッケージを、メンテされてないじゃないかって言って、ツイッターでつぶやいてる人がいたんで、じゃあメンテしてやるかって言って、自分が入っていった時に知りました。ということを逆に言うと、もしかしたらフォソロジーであるとかそういうものっていうのは、数字として有用ではないかな。有用になる可能性はある。それは非常にあります。逆にその、悪意を持った人がうんぬんというのはもう完全に排除していいです。なぜかって言ったら、アップストリームをそのまま取ってきてるんですよ。問題はそこに頑張るっていうのは結構大変じゃない。当時を使えば、とりあえずライセンスチェックに関して CI を回せるので。ああ、そうですね。差分があるところだけをチェックに対処しなさい。それはありです、ね、うん、だからデビアンのやつである程度のワードのところを少々全員コミットしておいて、で次に何か来たら差分を持って、おかしなところがあのライセンス的に変わっているところがあったら、それはちゃんと書き換えて、またどんどんどんし合わせっていうのをある程度自動化することは可能なんですけど、うん、ただ CI 回すのに今のホストロジーって API がないんです。すごい斜め上のやつ実装としてはんって感じなんで、本当は恐ろしい側に SDPI とか作りたいなとは思ってるんです。どっちかっていうとそれは泥臭いハックやけど、そうやり口が完全に外から叩いてる感じが恐ろしい側で吸収すべきですね。で恐ろしい側の SDPI とか、開発項目に上がってるみたいなんだけど、はい、まだちょっと、なんか後ろで盛り上がってるみたいになってる。これを使うと、ホストライブアピールで、コマンドラインから、お掃除を叩けるっていうのは、要は、あるソースコードをスキャンしてねくらいまではいけるんです。で、結果も見ないかい。非舞台に最終的に返してきて、ライセンスクリーニングをするのは最終的に人でやれみたいな、それはそれでいいんですけど、ね、
今だとグリーンで回すのは結構それで見て、未来に来たかなって思ったけど、いつでもやるか。いや、あのこの話題は潜在的にものすごい重要な話題なんで、あの本当にあのちょっと僕も食いついてるんだけど、あのありがとうございました。とりあえずこんな感じで、引き続きこれあの重要一周だと思いますので、この行動チェッカーであるとかの話があの他の人でもできる話がありましたら、ぜひお願いできればと思います。どうもありがとうございました。じゃあですね、10分強ぐらいちょっとお休み時間して、40分からあの開始にしたいと思います。